レン君。レン。レン君。レン君。レンよ。レン君。はい、おいで。はい、いらっしゃい。うーじゃない。はい、うーじゃない。はい、おいで。はい、おいで。おいで。はい、大好きなカミカミをあげるから。うーじゃない。うーじゃない。大好きなカミカミをあげるから。な？はい。はい。ね。今日は。これ切った、これ切った、これも切ったな。はい、じゃあ次これやな。はい、小指の爪。小指の爪切ろう。今日はこの一本。こっちの、この手のやつじゃないと。お、ギリギリやったな。はい、よし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 。はい。で、切った爪はどこに行った？あれ、切った爪どこに行った？あれあれ、切った爪どこに行ったんだ？あったあったあった、レンにくっついとった。切った爪、もう一個どこ行った？レン君、おいで。どこに行った？はい、まあいいや。はい、はい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 。お前の毛に、お前の毛の中に爪が隠れてる可能性がすごく高いから。それ、はい、はい、おしまい。はい、ごちそうさん。爪1個どこ行ったんや。あった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 、はい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 、はい、爪回収できました。はい、終了です。あんたの爪や。ん、お座りは。うち爪切りがですね、この2種類あるんですけれども、今使ってるのがこちらの方ばっかりで、こっちはもう全然使わなくなってます。っていうのが、これちょっとね、使いにくいんですね。普通は、こういう風に爪にこう持っていきたいじゃないですか。で、こう持っていって、爪を切ろうとしてこれを握ると、ぐーっとこういう風に回転するんですよね。回る動作になっちゃって、爪切って歯が入っていってるんで、食いついた状態でこういうふうにこう爪をこうひねっていくことになっちゃうわけです。これがちょっとレン君にとってはやっぱ痛いのかな、嫌なんですよね。だからこのこねられる、爪をこねられるっていう動きが発生するのをレン君非常に嫌がるんで、こちらの方では爪切らせてくれません。
で、それに対してね、こちらの方でしたらば、爪がこういう風に入って、それで軽くこう、クッと挟んだところで、ここで一回止めて、よし、おとなしくしてくれてるなっていうところを見計らって、クッと握ってやったら、全然こねる動作とかも発生しないで、サクッと爪が切れる、そういう感触だけしかレン君に伝わらないわけです。で、これだったらば、一本切って、もう一本切るぐらいの間、辛抱してくれてますんで、最近はもうもっぱらこちらの爪切りばっかりを使ってます。で、爪が前足が5本で、後ろが4本で、左右合わせて18本あるんですけど、18本連続でずっと辛抱なんてしてくれませんので、もう1日に1本ペースですね。まあ、右手の1本を切って、左手の1本を切って、それで今日はおしまいと。で、次の日切ったり切らなかったり、まあ、だいたい中1日飛ばして2日に1回ぐらいのペースですかね。で、まあ、切っていって、肉18ですから、18日ペース18日でだいたい1回回っていくっていう、そんな感じのペースで切っていってます。まあ、それでまあ、嫌がらずに爪を切らせてくれてるので、まあ、こんなペースで切っていってもいいのかなというふうに思って続けております。レン君。レン君。はいはいはい、おいで。おいでおいでおいで。お座りは？今日も爪切ったね、お利口さんでした。はい、終了。